藩中は中国五冠時代末期の武将。領州の人。関水は同郷の友とされるため、近城軍出身の可能性が高いが、軍、県の出身地は不詳。東卓廃下。東卓死後の初平成3年6月、長安を占拠し王院らを粛清した後、李閣らと共謀して、県定を擁立した。同年9月、右将軍、万年公となる。以後、 李学、各氏と共に調整を労談した。公平元年3月、馬頭と関水が李学に背くと、藩中は、各氏利都市と共に、これを討伐した。まず、馬頭に内容して、反乱を起こした、中老将の鳥や自中の馬酒らを演じ里とに攻め滅ぼし、馬頭、関水の連合軍も、徴兵官において撃破した。この時に、は、関水を、 真相に追い詰めながらも、同郷の友であることから見逃し、さらに談笑して別れた。この場面を、李都氏が目撃して、李角に密告したため、李角は、藩中に再日進を抱き始めた。同年8月には、教欲の共族が反乱したため、藩中は、各種と協力して、これを打ち破った。しかし、間もなく、利角ら指導者間で権力争いが勃発し、公平2年2月、 半中は李覚に殺害されてしまった。なお、半中の最後については2説ある。三国志東卓伝中に引く九州春秋によれば、上記の利都市の密告が原因で内通を疑った李覚に会議の席上で殺されたとある。一方、五官書東卓伝中に引く検定記によると、李覚は半中が有望下感で部下からの人望が厚いことを恐れ、 半中が酒に酔ったところを、配下の祈といであった、古風に暗殺させたという。いずれにしても、清涼軍を撃退できる力量を持った同僚を、内紛で葬り去ったことで、理覚は帰って自滅の道をたどることになった。五漢書東卓伝、三国主義書、東卓伝等に記述がある。小説、三国支演儀でも、ほぼ史実同様に描かれているが、その最後については、 九州春秋の説が採用されている。ありがとうございます。